ほほほほい。あれ今日はいつものゲーム画面じゃないのか？そういえばなんかゆっくりは背景動いてないとダメとかあったね。だからゲーム画面つけとくね。ほんととりあえずって感じだな。ということで前回の動画で霊夢さんの自己紹介動画作るとか言われたので、とりあえずこんなの作ってみました。お前は就活生か。このままツイッターにこの画像投稿するから、オーラカンパニーに就職したい人は書いといてね。自己紹介じゃないのかよ。リプ欄に回答してくれたら採用か不採用か通知します。ちなみに採用来ても不採用来ても何もありません。何のための回答なのかな。まあ暇な人はやってみてね。では社長であるウプ主の回答を書いていきましょう。注意、今回はほぼおふざけなので本気にしないでください。生配信の時のウプ主の設定的な感じだよ。配信者さんが年齢偽ってるのと一緒だな。それは営業妨害だからやめなさい。ではまず1個目、こちらの氏名から書いていきましょう。編集上の都合で生年月日などを書いたら先に書いてた氏名が消えます。最後に完成したもの出すのでそれで許して。では私の名前はですね、オーラさんじゃないんですか？はじめまして、私の名前はオーラジョセフィーヌテンパンツです。初めて聞いたよ。っていうか出身どこだよ。ブルックリン、別にマーベルの話してるわけじゃないのよ。ということでこれから配信ではテンパさんかジョセさんかキングと呼びたまえ。パンツさん次行きましょう。その略だけはやめろ。ということで次は生年月日だね。私の設定は今からみんな覚えておきたまえ。1982年2月12日である。お前40歳かよ。えへへ。いや別に褒めてるわけじゃないよ。本当の年は教えないんですか？だってね、もし40歳が本当だと仮定して、私が YouTube 30年続けたとしましょう。70歳ですよ。あともし25歳だと仮定して5年続けたら30歳ですよ。こいつ老けてるんだろうなって言われたくないってことね。ということで私は永遠の40歳なのだ。生配信見たことある人の中で何歳くらいに見えたかコメント良ければしてくれだぜ。ちなみに写真はもちろんこれです。まあアイコンだからね。ただできればこの顔で40歳はやめてほしい。若作り頑張ってるんですよ。私なんてね、35歳の女性の方がバイトしてた時おられたんです。大学生と間違えたからな。え？あのね、最近の女性マジで美しすぎて歳がわからないんだよ。だから私もそういうタイプってことで。続きまして住所電話番号ですね。おかしいおかしいおかしい。自己紹介で住所と電話番号を教えるやついないだろ。ここにいますが？てか電話番号とか合コンなら最終目標でしょ。いやいや今は LINE でしょ。このクソ現代っ子が。ではまず住所はですね、東京都千代田区千代田11です。ガチの住所じゃねえか。うん？そこ皇居だろうが。一瞬ガチである住所だから焦ったけど、今思えばお前バリバリの関西人じゃねえか。ちょ、なんで私が関西人ってのバラすのよ。霊夢さんの配信純度100の関西弁じゃないですか。もしかして生声って割と特定されること多いのか。でも霊夢さん、最近財布なくして免許とか保険証とかなくしてたじゃん。個人情報大流出です。そして次の電話番号は、0748-NEET-NEET で覚えて帰ってね。あ、初めて自己紹介したかも。ニートが自己紹介であってたまるか。ちなみにこの電話番号のわけないのでかけないでね。かけた場合は自己責任で。お金が足りないよ。あれもしかしてあの時間停止もののせいか。いやもしくは幼馴染もののせいきゅうか。霊夢さん最近そっち寄りにシフトしたんですか？あっち系にしたのにサムネ健全だったら意味ないだろ。あとあっち系は請求来ても無視だよ。私なんてもう何回来たか忘れたね。では続いては真面目な質問だね。霊夢さん得意科目あるんですか？舐めてもらっちゃ困るね。私は日本史とマット運動が得意なのだよ。またなんかマニアックな得意科目だな。私の中学は割とマット運動個人の技量に合わせてどんどんやらせてくれる学校だったから、バク転とかバク宙の後ろ系はできなかったけど、ハンドスプリングと前宙は実はできたよ。腰やってたけどね。あとは日本史か。こっちは小学校から戦国武将が大好きだったから、なんか流れで日本史全般できたよ。あと高校では96点世界史で取って悔しい思いしたことあったね。ちなみに勘違いしないでほしいのは、この人全然賢くないからね。96点の時も不正解2問中2問とも漢字間違いで落としてるからね。と、みんな興味のない昔話しちゃったね。じゃあ続いては趣味ね。霊夢さんありきたりの趣味しかないからな。ガリガリ君の当たり棒だけ捨てる趣味とか、 UFO キャッチャーでボタン連打する趣味とか。いやお前ら私のことなんだと思ってる？てかさっき言ったありきたりの趣味と180度違うんだが、まあ私の趣味は普通に音楽聴くのと ASMR 聴くのですね。うわぁ、ありきたりだな。仕方ないでしょうが、趣味に使いたい時間のうちの7割が編集に使われてるんだよ。ちなみ最近作った動画の中で今回の動画が一番やってて楽しい。まあ普通に編集が趣味みたいなもんだな。ということでラストの欄行こう。あ、もう最後の欄見たらただの履歴書だよ。なんで自己紹介カードで学歴と職歴書くんですかね。みんな私の学歴知りたいでしょ。別に小卒なのみんな知ってるから大丈夫だよ。私だって食えるんだぞ。ちなみに霊夢さんが小学生の時服覚えるのがクラスで一番遅かったです。あ、私の最終学歴は高卒です。職歴は、バイト、正社員バイトであります。霊夢さんって、最終職歴現段階でバイトなんだ。もう一つ欄があれば自宅警備員も入れたかったのですが、なかったから仕方なくこれになりました。霊夢さんどこに就職してたんですか？誰がそれ言うんだよ。ということで面白みのない学歴職歴でした。そしてラスト資格欄ですね。これ見て私のこと雇用してくれる企業さんいないかな。霊夢さんは社会不適合者なのでないですね。まあいいでしょう、ラスト資格欄は。聞いて驚け。あ、ボケる時の顔だこれ。私の持ってる資格は、宅建士、食生活アドバイザー、第二種電気工事士、漢字検定3級です。なんかマニアックなの多いな。
この中に本当に持ってるのが1個紛れ込んでるよ。正解とかないけど予想してね。じゃあラストに自己紹介カードの全貌を見ていきましょうか。ということで改めまして、私オーラジョセフィーヌ天パンツの自己紹介カードです。電話番号以降は割とガチなの多いですね。ニートもガチだしな。ということで動画本数200本超えて初めて自己紹介しましたが、これからもオーラチャンネルをよろしくお願いします。じゃあねー。